にちは、写真家の斉藤博史です。今回のテーマはマクロレンズで撮る自分だけの花です。こちらがマクロレンズなんですけども、このレンズを通して花を撮るといつも見ている花が全く違った表情で写るんです。今回はこのマクロレンズを使った花の撮影ポイント2つを紹介していきたいと思います。それでは10分レッスンスタートです。まず基本的なお話をしていきたいと思います。皆さんは花を撮るとき天候を意識してますか？晴れた日に花を撮るとどうしても硬い印象に映ってしまいます。光が当たった状態で撮った写真と光が当たっていない状態で撮った写真、この2つを比較すると一目瞭然ですね。そういうわけで私は花を撮るのは天気が悪い日を狙って撮りに行くようにしています。晴れた日は日陰に咲いている花を狙うようにすると優しい写真を撮ることができます。天気が悪い日に撮ると花の色が出ないとか、ちょっと暗く写ってしまうというような質問を受けますが、暗く写ったらプラス補正をかければいい話ですね。プラス補正をかけるということはシャッタースピードがちょっと遅くなりますということで、手ブレや被写体ブレには十分注意して撮影するように心がけてください。では次にカメラの設定についてお話をしていきたいと思います。ホワイトバランスはオートで問題ないと思います。ピクチャースタイルはお好みで、私の場合は風景で撮ることが多いです。大事なのは段階露光、ブラケティング撮影をするということです。よくデジタルは後からパソコンで明るさを調整できるので段階露光はしなくていいですよねというような質問を受けるんですが、1枚だけ撮った写真を後からパソコンでいじるということは明るさが変わってしまって元の画像と比較ができないということなんですね。ブラケティング撮影、段階露光をしていれば明るめ、普通、暗め、この3つがサムネイル上で並びます。そうするとこっちの明るさの方がこっちよりもいいかなということで比較検討ができます。ということで段階露光、ブラケティング撮影は大事なんじゃないかなと私は思っています。ブラケティング撮影をして連続撮影モードで撮れば3枚で止まるのでとっても便利です。ぜひ利用してみてください。マクロ撮影では基本的にマニュアルフォーカスで撮影します。ピントを合わせるべき位置に確実に、カメラ任せではなく自分で合わせるように心がけます。それでは早速撮影してみましょう。マクロレンズを使った花の撮影ポイント、1つ目は接近して撮るです。花を撮るときマクロレンズを装着した時点でその花をその花として撮る必要は全くないんじゃないかなと考えてます。その花が持つ造形的な部分であったり、曲線美であったり、特徴的な部分であったり、ラインであったり、そういった部分にマクロレンズでぐっと接近する。そうすることによって魅力的な写真になります。接近が足りないと普通の写真になってしまいます。まずはそのレンズの最短撮影距離まで接近して撮ってみましょう。この 60mm マクロレンズの最短撮影距離は 0.2m、 20cm です。その20センチというのはレンズの先端からではなく撮像素子からの距離です。撮像素子というのはカメラの頭の部分にある指標、ここから20センチということです。目安としてレンズフードの先端から指3本から4本ぐらい、このぐらいまで接近することができます。エクステンションチューブを装着すると最短撮影距離よりもさらに接近して撮影することができます。さらに大きく写すことができるということです。今回はパフィオというランの一種の花を使って撮影してみます。花びらの黄緑色のラインが特徴的です。
この花びらをそのまま撮るのではなく、マクロレンズでググッと接近して撮ってみます。ファインダーの中ではこんな世界が広がっていきます。マクロレンズで接近して撮影するとピントは一点にしか合いません。そのピントの合う位置が変わるだけでだいぶ写真の印象が変わりますね。花に対していろんな角度から撮ってみます。ラインもまっすぐ捉えてみたり、斜めに捉えてみたり、いろんな撮り方をすることで様々な写真を撮ることができます。いろいろ試してみてください。今回は直射日光が当たらない窓際で撮影をしました。部屋の明かりは消して自然光だけで撮影します。もし直射日光が当たるようでしたら、ロールスクリーンやカーテンを引いて直射日光が当たらないようにしてください。マクロレンズを使った花の撮影ポイント2つ目は、前ボケを利用して撮るです。前ボケは平面の写真に立体感や奥行きを感じさせてくれます。そして写真を優しい雰囲気に仕上げてくれます。なんといっても前ボケは名脇役じゃないでしょうか。前ボケを利用した撮影では、主役の花とレンズの間に前ボケに利用するものを重ねなくてはなりません。 60mm マクロよりも 100mm マクロ、180mm マクロといった望遠鏡のマクロレンズの方が便利です。今回はこのピンク色のダリアを使って撮影してみます。マクロレンズを使った花の撮影ではふんわり優しい雰囲気の写真になるので、赤など原色系の色の花よりもピンクや白、黄色といった優しい色の花の方がイメージに合うと思います。まず主役になる花をフレーミングしていきます。この時も画面の中、花びらで覆い尽くすようなイメージで切り取っていきます。そしてこの花とレンズの間に前ボケにするものを重ねていきます。この時の主役の花、前ボケの花、レンズ、この位置関係はこんな感じになってます。前ボケを利用した表現ですので、絞りは開放、一番小さい数字ですね。前ボケに利用する花は同じ花にするか同系色の花にすると統一感ある写真にまとまります。ピンクの花に対して赤や紫といった全く違った花を前ボケにするのは避けた方が無難だと思います。お花畑や植物園でこのような位置関係で咲いている花を探すのは難しいかもしれませんが、今回は買ってきた花を窓際に自分で並べて撮りました。とても簡単なので一度試してみてください。絶景と言われる撮影名所にはたくさんのカメラマンが押し寄せます。その中の一人に私もなることはあるんですが、そこで他の人と違ったオリジナリティあふれる一枚を撮るというのはとても難しいことだと思います。今回紹介したマクロ撮影では、1センチずれただけでも、ほんの少しずれただけでも全く違った写真になってしまいます。なので、自分だけの花が撮れるんだと思うんです。今回はマクロレンズで撮る自分だけの花というテーマでお話をしました。ポイントは2つ。接近して撮る。前ボケを利用して撮るでした。家や近所の公園、植物園などでもマクロレンズが1本あれば十分写真は楽しむことができると思います。マクロレンズは魔法のレンズ、そんな風に私は思ってます。こうして撮った写真をこんな風に額装して私は楽しんでいます。いかがでしょうか。皆さんも自分だけの花に挑戦してみてください。ありがとうございました。